質問です、うん、お二人は虎杖悠仁という一人の体に悠仁自身と両面宿儺という二人の人格が存在している役柄ですが、演じる際にお二人で相談したり照らし合わせたりするなどはありましたでしょうか。もうやるときはスタジオでずっと手つないでるもんね。そうですけどね。怖い怖い。そうですけどね。めちゃめちゃこう マイク離れてるから今すごい引っ張り合って、アクリルとかあるからやりにくい。そう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 。でもこれはあんまりない特別な、うん、だって別にほら、ね、まあ虎杖悠仁の肉体をね、うん、はいはい、今、まあ、受肉っていうか宿儺、はい、入ってるけど、はい、別に同一人物じゃないし、そうですね、そうだからなんか別に相談することもないっていう、ない、むしろ別個のものだから、逆に一緒にならない方がというか、うん、なんか溶け出してるわけじゃないしね、宿儺はね、うん、でもなんか1話か2話で伏黒がどっちが喋ってるか分かんねえんだよって言ってやつがさすがに分かる。それはね、伏黒が問題だよ。あいつがちょっとピント、あのなんか感度が低いちょっと声質違いしすぎるって思いましたけどね。